リードシグリスト RS-1G、イアド、リードシグリスト RS-1 は、第二次世界大戦中に開発された、イギリスの総発三座の高等練習機である。レスター・デス・フォードのリードシグリスト社は、戦艦機の主要なケーキ製造会社であり、特に航空ケーキに特化したことで1937年には、ニューモールデンにある、サリー工場に、航空部門を設立することになった。 最初の製品は2機のデハビランドジップ C622 エンジンを搭載した特徴のある創発の高等練習機であった。主に木製構造の胴体、主翼を合板外皮で覆った保守的な中翼配置のオリン式硬着装置を持つ機体で3名が登場するコックピットはスライド式キャノピーを持つ当時の訓練方法の流行にあったものであった。 全部コンパートメントに操縦士と通信士、広報士が、その背後に、広報向きの重手が座る、機関銃一丁を装備した、軽爆撃機使用も提案された。機体記号 GE アドの試作機は1936年10月9日に、リードシグリスト社のテストパイロットの、ジョージイローデル操縦で、初飛行を行った。RS1 は製作中に、工場従業員から、 スナーガッシャーという奇抜な名前を付けられ、1939年5月15日に、王立航空協会のヒースローガーデンパーティーで初めて公開され、6月3日には対空証明が発行された。リードシグリスト社が、ボールトンポールデファイアントと、ホーカーハリケーンの組み立てと修理の契約により、戦時の技術開発と生産に携わるようになると、 この機体の開発は中止された。RS-1 の唯一の試作機は1944年に破損するまで民間の機体記号を付けたまま塗装を緑、茶の明細塗装に変更してリードシグリスト社の連絡機として使用された。この時点でより限定的な戦争終了後の使用を意図した RS-3 デスフォードの開発が始まった。出展、初原性能、 ありがとうございます。